オラー、はいどうも、こんばんは。日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、今後のウィリングイレブン2021ということで、もう来週からですね PS4、PS5 の方は e フットボール2022が開幕するということになっていますけど、まあマイクラブモードはねまだできないということになっているんですが、まあ今回はウィニングイレブン2021を紹介していきたいということで、あさってにですねこちらのレジェンドガチャの期限が来まして、まあ次のレジェンドガチャがどこなのかと、まあ、どこというか誰が来るのかというのを今回は紹介させていただきたいと思います。でその中でもやはりかなり有能な選手はいますので、ぜひですね獲得してほしい選手も紹介していきたいと思いますけど、今回はこちらの10選手が登場するということになりました。まあ、バティストゥータからシェイギブンまで、こちらの10選手が登場するということになっていますけど、結構激アツな選手もちらほらいますよね。ということで早速ですね、今回はこの10選手の中から本当に当たりの選手を紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。まずはセンターフォワード、デニス・ローですね。デニス・ローに関しては、アイコニックレジェンダリー、来作はですね、レジェンダリーという扱いになりますけど、まあ、アイコニックさんのレジェンダリーとして搭載してほしい選手の一人ですね。まあ、レジェンド、もちろん強いんですけど、アイコニックで立てしてほしい能力値、そしてスキルを持っていまして、それがまあ、ご覧の通りになっているんですけど、まずやはり特筆すべき点は、得点能力の高さですね。オフェンスセンス決定力、特にオフェンスセンスに関しては簡素ということになっていますし、ジャンプが簡素というところも、個人的な使用感ではありがたい部分だったですね。特にゴールキーパーからの高いボールでヘディングの勝率が高めな気がするんですよね。デニスローだと間違いなく勝っているような印象も持っているんですけど、ですのでこのジャンプ完走というところはありがたい部分なのかなと思います。でやはりデニスローに関しては能力値ももちろんそうなんですけど、スキルがかなり有能なんですよね。まあここら辺になりますけど、ワンシューワンパスルーパス、この3つのまあ黄金のスキルというか単種の神器と言っていいスキル持っていますので、このスキルの所持がかなりありがたいのかなというところですね。まあラインブレイカーでワンシューワンパスルーパス持ちということになっていますので、この改めて能力値見てもかなり、有能な能力値、そしてスキルになっているんじゃないかなと思います。で後の点で見ても、逆足の高さだったりミドルだったりライジングに関してもスキルで持っているということになっていますので、ここら辺のスキルがやはりかなり有能ですね。ですのでレジェンドとはゆえ、個人的にはめちゃくちゃおすすめしているレジェンドの選手になっていますので、まあ今回獲得できるチャンスありますし、獲得していただければと思います。ということで続きましてビエラですね。まあビエラに関してはもう皆さんご存知の通りかなと思います。まあ安定の強さを持つハードプレスの選手ですね。まあアイコニックとの違いで言うと、スキル追加ができるかどうかというところになってくるのかなと思いますけど、まあ能力値だけで見てもディフェンス能力はかなり高いですし、スピード瞬発もね、しっかり持っているというハードプレス DMF の選手になっていますので、まあ無課金だったり微課金の方は、持ってない方はですね、ぜひ今回のレジェンドボックスドローで、まあ、GPで獲得していただければと。ということで一応アイコニックとの比較も見ていこうかなと思いますけど、アイコニックとの比較で言うと、やはりスキルですね、まあ、ライジング低弾道ルーンが追加となっているのがアイコニックで、あとはアイコニック2回目に関してはハードプレスからボックス2ボックスに変更となっていますので、まあ、ここだけね、ご注意いただければと思いますけど、まあ、ただこう見てもレジェンドもですね十分な強さを誇っていますし、無課金だったり微課金の方は、まあ、レジェンドでも個人的にはいいんじゃないかなという印象ですね。まあ、今現在 e フットボールポイントでビエラ獲得できるということになっていますので、まあ、やはりアイコニックの方が強いのは強いんですけど、まあ、そこまでしてアイコニックを狙いに行くじゃないのかなと思いますので、個人的には今回ボックスドローで手に入りますし、特に GP で獲得できますんで、やはりこのレジェンドのビエラの方が今から獲得するのであれば、こちらの方がいいんじゃないかなという印象です。であとレジェンドとアイコニック来作の違いですけど、契約更新60日が付与されるかどうかというところになってくるんですけど、今からですねわざわざコインだったりイーフットボールポイントを使ってアイコニックモーメントを狙って契約更新60日を獲得する必要はないのかなと思いますんで、やはり個人的にはレジェンド選手の方が、まあ、おすすめなのかなと思いますね。まあ、ボックスドローですと、まあ、確実に獲得できますし、まあ、やはりまあレジェンドの方が、まあ、狙うべき選手になっているんじゃないかなと。続きましてフリットを見ていきたいと思いますけど、フリットもまあその点で言うと全然ありなんじゃないかなという印象ですね。まずフリットの単体の能力値見ていきたいと思いますけど、得点能力80代後半まで乗せています。オフェンスセンス85、決定力85、93、88、86ということで、ドリブル能力に関してもかなり高いものを持っているかなと思いますし、グラウンドパスも93ということで、まあナンバー10中盤の選手としてグラウンドパスもしっかり持っているんじゃないでしょうか。でスピード瞬発で見ても85、90ですし、まあ本当に高いところ
ところでバランスが取れている、まあ、中盤の選手になっているのかなという印象ですね。まあ、かなりバランスが取れている能力値ですし、あとはやはりフリットのおすすめの点でいうと適正ポジションの広さですね。 OMF だけではなく、まあ、中盤でいうと両サイドハーフで CMF もいけますし、でやはりセンターフォワードがいけるということで、まあ、おすすめの起用はセンターフォワードですね。センターバック起用もできるというところはありがたい部分なのかなと思います。でフリットでいうとスキルも有能ですね。まあ、この3つのスキルになってくるかなと思いますけど、ミドルシュート、ワンパス、ルーパス持ちということで、まあ、中盤の選手としてワンパス、ルーパス持ってるのはありがたい部分なのかなと思いますし、センターフォワードとしてもミドルシュート、このミドルシュートの有無については決定力が上がるという点で見たときにかなりありがたいのかなと思います。で、まあ、フリットに関してはやっぱりセンターフォワード起用がおすすめですね。ですので、まあ、今回当てた方はですね、ぜひセンターフォワードで使っていただければと思いますけど、唯一弱点というところで見るとスタミナの低さですね。スタミナが85しかありませんので、まあ、後半に関してはスーパーサブの選手がね、生きるかなと思いますので、まあ、前半もしくはまあ後半途中ですね、でスーパーサブの選手に変えるのがフリットのおすすめの起用なのかなと思いますね。でフリットに関しても一応アイコニックとの比較見ていきたいと思いますけど、アイコニックとの比較で言うと、まあ、基本的にはプラス1からプラス2上がっていまして、で、まあ、中でも一番異なる点で言うとオフェンスエンスですね。オフェンスエンス、アイコニック1回目に関してはプラス6で、2回目に関しては8つも高くなっていますので、まあ、この得点能力で言うとやはりアイコニックの方がかなり高いなと、まあ、獲得できるのであれば個人的にはアイコニック、獲得していただければと思いますけど、ただまあレジェンドでもやはり基本的な能力値アップベースはプラス1からプラス2になっていますので、レジェンドでも全然やっていけるのかなというところですね。そして最後におすすめしていきたいのがプジョルということで、プジョルに関しては、まあ、センターバックのレジェンダリーということになっていますので、即戦力になるというところを考えても、このプジョル獲得というところは ありなんじゃないか。ジャンプだったりフィジカルコンタクト、ここら辺かなり高いですね。でディフェンスエンスは91しかないんですけど、ボールダッシュ97だったりアグレッシブネスに関しても簡素と、単純なディフェンス能力、センターバックとしての能力かなり高くなっています。ですので、まあ、このレジェンドとしての能力値もかなり高いですし、あとは身長がですね、まあ、身長こそ物足りないんですけど、ディフェンス能力に関しては一級品の能力値持っていますので、個人的なレジェンドのプジョルでも全然やっていけるのかなと。であとプジョルに関しては、まあ、今作に関してはサイドバック固定ですので、両サイドバック適性持っているというところは、ここはかなり大きな部分ですね。まあ、前作はかなりこの片方センターバックに置くとかね、フォーセンターバックもかなり流行っていましたので、まあ、そこら辺は来作どうなるかというところは分かりませんけど、ただまあどちらにしろまあ両サイドバック適性持っているというところはかなりありがたいのかなというところですね。ぜひプジョル今回のレジェンドボックスドローで獲得していただければと。でプジョルに関してもアイコニックとの比較見ていきたいと思いますけど、アイコニックの比較で言うとスキル面ですね、ワンパ持っているか持っていないかというところになってきますけど、能力値自体にそこまでの差はないんじゃないかなと。まあ、ディフェンス能力で言うとディフェンスエンスが3つ高かったりもするんですけど、まあ、大きく異なる能力値ありませんので、個人的なレジェンドでも全然やっていけるのかなと。まあ、もちろんワンパの有無はあるんですけど、レジェンドでの活躍できるのかなと思いますので、持ってない方はですね、こちらのレジェンドのボックスドローで獲得していただければと思いますね。はい、ということで本日はですね、来週月曜日登場のレジェンドボックスドローガチャ紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、この中でもバティストゥーダ、ロベカルだったりヒデに関しては今回紹介は見送らせていただきましたけど、そこら辺の選手に関してもかなり強い能力値を持っていますので、まあ、このボックスドローガチャ今回はですね、引いてみてもいいんじゃないかなという印象ですね。はい、ということで本日はここら辺に終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では